皆さんこんにちは。今回は、マタービューティーコリアさんでご提供いただきました韓国コスメをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。早いもので今回で第6弾ということになりますね。1週間に1回週末に動画をアップしていたんですけれども、これまで、メイクアップ製品を中心にリップとかアイシャドウとかあとラッキーボックスとかいろいろ紹介してきたんですけれども、今回はクッションファンデーションを、いくつかご紹介していくことになりますので、気になった方はぜひこのままご覧ください。で、今回送っていただいたクッションファンデーションなんですけれども、私はクッションファンデーションすごく好きで、限定品とかもコレクターとして集めていますし、普段もやっぱりクッションファンデーションの使う率の方がもう断然高いですね。で、持っていないクッションファンデーションはまだまだたくさんあって使ったことがないものがありましたので、その中から、おすすめのものを送っていただきました。でもまだ使っていない状態なので、パッケージを開けて、軽くタッチアップしての感想になるんですけれども、まず一つ目はですね、はい、こちらです。もうこのパッケージを見た瞬間にもうめちゃくちゃ可愛いなと思って、よくよく見たらなんと私がもう前からずっと欲しかった、こちらアピュの、テンションファンデーションになります。で、これが、マリームンドっていう、ネーミングがあるんですけれども、なんと限定のパッケージのコンパクトに入ったものになります。もうこれは相当嬉しいですね。まずこちらの、この枠がゴールドの方ですね。で、このテンションっていうパクトのことなんですけれども、まずこのクッションファンデーションには珍しいこの四角いケースっていうのが最近ちょくちょく出てきてまして、このワンダーテンションもこういう四角いケースです。で、中を開けると、ここに鏡がついていて、で、ここは入れ替えがちゃんとできるように丸い形のいつものこのクッションみたいな感じになっているんですけれども、パフもすごい厚みがあってすごく柔らかくてふわふわのパフですね。こんな感じで、ここがネットになっています。クッションではなくてネットが貼ってあって、そこからリキッドのファンデーションがこう染み出してくる感じになるんですね。このテンションのすごくいいところは、このパフにすごくまんべんなくこんな感じで綺麗についてくれるっていうのがこのテンションのいいところです。で、そんなに強く押さえなくてもまんべんなくつきます。で、こちらはちょっとこの辺にちょっと出てみようと思うんですけれども、こんな感じでこのネットの跡がつくぐらいすごく綺麗にまんべんなくたっぷりパフにつくので、しっかりこう叩き込むような感じで伸ばしていくと綺麗につくことができます。で、すごくね、カバー力がしっかりやっぱりなるんですよね。はい、こんな感じ で21号なんですけれども、色味はこのテンションシリーズだけかはわからないんですけれども、結構色味はね、普通のこの、クッションファンデーションの感じとか、あと BB クリームのこの青白っぽさっていうのが意外とないので、すごく肌なじみのいい、でツヤ感も程よくあって、すごくね、綺麗についてくれます。で、もう一方のこっちの枠がピンクの方ですね。多分こっちの方がカバー力とモイスチャーがあったような気がするんですけれども、こちらも開けると同じようなパクトになっていて、で、今この蓋をこのフィルムをめくったら、もうここになんかこっちはたっぷりついていました。で、パフは同じですね。ちょっともったいないのでここからちょっと取ろうと思うんですけれども、ちゃんとここを押さえれば逆につきすぎるぐらい結構つくと思います。で、こんな感じで、で、さっきはこっちの方半分塗ったので、ちょっとこっちの方で行こうと思うんですけれども、こちらがこんな感じで、そうですね、やっぱりさっきの方がすごくツヤがあったんですけれども、こっちのピンクの方はツヤがそこまでないですね。セミマットな感じになっています。仕上がりもこっちの方がサラッとしてる感じなので、私自分で買おうとした時は多分こっちのピンクの方をね、自分で買おうかなと思っていました。で、色は同じ21号なんですけれども、こっちの方が明るいですね。ちょっとピンク味が入ってるっていうんですかね、全然色合い違いますね。こっちの最初の方がすごく濃く見えます。
ので、ナチュラルな仕上がりの方はこっちの最初に塗った方ですね、こちらでツヤもあります。で、後で塗った方はカバー力と、あと仕上がりは少しセミマットな感じになっていますね。はい、そして続いてもこちらなんですけれども、今回こちらはエチュードハウスのオールデイパーフェクトっていうのと、クリームフィルターっていう、まあ、エニークッションシリーズで今結構種類たくさん出ていると思うんですけれども、私エチュードハウスのクッションは一番最初の、エニークッションですかね、あれが、まあ、ちょっとあんまり肌に合わなかったかなと思って結構すぐに手放したんですね。それ以来エチュードハウスのクッションは全く一つも買っていないんですけれども、まあそこからもうね3、4年経っているので、いろいろ進化はしていると思うんですけれども、今回ちょっと久々にエチュードハウスのクッションも、試すことができるようになりましたので、ちょっとこれも見ていこうかなと思います。で、まずこっちの方ですね、オールデイパーフェクトという方が開けると、こういうパフが、まあ、ついていて、で、ちょっとフィルムを剥がすと、こんな感じなんですね、最近のエチュードは。こんな感じの、見た感じは普通のクッションに見えるんですけれども、押さえた感じすごく硬いので、結構つきがしっかりまんべんなくつく感じですね。で、こちらは SPF50 の PA が3プラスになっています。で、こちらペタルっていうカラーなんですけれども、結構オレンジ味が強いですね。あとピンク味も結構しっかりある。クッションで、かなり仕上がりはマットに近いですね。あんまりこうピカピカしない感じです。で、カバー力はすごくしっかりあるんじゃないかなっていう感じがします。こんな感じです。ちょっと赤黒い感じに私の肌にはちょっと見えるかなっていう感じですね。で、もう一方のこちらの、クリームフィルターっていうやつですね。これもパッケージがピンク色で、今度パフはこっちの方は青いパフですね。はい。こちらは開けると、これはネットが貼ってあるので、いわゆるテンション系のパクトになっています。で、これも取るとこんな感じで、やっぱりテンションすごくピタッとつきます。で、こっちの方に半分塗ってみようと思いますが、こちらがこんな感じで、そうですね。さっきと塗り心地全然違いますね。こっちはかなりみずみずしい感じが、こうペタペタこうつく、くっつくようなみずみずしい感じが感触としてあります。で、ツヤもこっちの方が感じていただけるんじゃないかなと思うんですけど、見た目はどうでしょうか。そうですね。ちょっと時間がちゃんとこう馴染めば、でもすごいサラサラにちょっと逆に変わるのかな。なんか不思議な感じですね。すごく潤いが感じられるんですけれども、仕上がりは意外とマットな感じです。で、カバー力かなりナチュラルめですね。クリームフィルターということなので、フィルターだからかな。そんなにこう最初のね、さっきの方よりも、私のこの血管が、こっちはまだまだ全然はっきり見えると思うんですけれども、肌全体のトーンアップとか、こう色のムラを均一にしてくれるぐらいのナチュラルな感じの仕上がりですね。最初のやつの方がすごい、塗った感じはもうすごくわかるので。そうですね。私はこっちの方が、こちらナチュラルな感じの方が好きですね。こっちの方のスペックは、やっぱりそうですね。SPF は33の PA が2プラスなので、日焼け止め効果もこっちの方が、数値も低い。ですね、なので日常使いしやすいナチュラルな仕上がりがいい時はこっちのエニークッションの、クリームフィルターですね。で、日焼け止めとカバー力とかもしっかりさせたいという時はもうこっちの方ですね、オールデイパーフェクトっていう方になってくると思います。そして続いてはこちらのホリカホリカのクッションファンデですね。ホリカホリカも初めてですね。ブランドとしては昔すごい好きだったんですけれども、最近あんまりホリカホリカはあまり買ってないんですけれども、フェイス2チェンジのフォトレディクッション BB っていうやつです。フォトレディのファンデーションということは、多分ローラー式のファンデーションも多分同じフェイス2チェンジシリーズだったと思います。
で、クッションファンデーションは初めて見るんですけれども、パッケージはこんな感じのすごいシンプルな黒いパッケージですね。で、開けると、まあ見た目も普通の、ちょっとパフは薄いかな、今までのものよりも。で、中はこんな感じで。でもあのクッション自体はやっぱりあの固めのクッションなので、最近の王道な感じのクッションになっていますね。で、こちらもちょっと見ていこうと思います。ここがね、すごく硬いので、こう沈み込まない感じが、あの、つけやすいんですよね、クッションとして。で、色は21号です。多分明るい方ですね、こっちも。で、SPF50 プラス、PA が3プラスです。で、こんな感じで塗ってみると、これもそうですね、ツヤは、あの、昔の BB とか、の、こう、ツヤツヤっとした感じじゃなくって、最近主流の程よいツヤ感、セミマットな感じで、カバー力はね、あの、結構こっちもしっかりあります。でも、あの、薄付きな感じですごく肌に密着する感じがすごく、あ、いいですね。さっきのエチュードの最初にここに塗ったやつよりも、あの、カバー力は同等ぐらいなんですけど、あっちはすごい厚塗り感出ちゃうんですけど、それに比べたらこっちの方が、あの、自然に馴染む感じですね。色もすごく、あの、私好きな、あの、系統の色をですね。ちょっとこう、白っぽい仕上がりが好きなので。あ、これいいですね。ホリカホリカのこのクッションはなかなか好きな仕上がりです。はい。そして続いてはこちらです。今度はですね、ペリペラです。ペリペラのインククッションですね。最近ペリペラのインクシリーズ。すごくあのリップとか好きなんですけれども、今回はこちらのパワーパフガールズとのコラボのパッケージの方ですね。で、色は1番です。はい、パッケージはこんな感じです。すごい可愛いですね。あの、特にこういうキャラクターものの限定パッケージって韓国コスメすっごく多いんですけれども、あえて私は全然買わなかったんですよね、そういうちょっとこう可愛らしい系の感じは。なので、結構間近で見るとすごく新鮮な感じで可愛いです。で、顔がこう全体にあって。で、この辺がね、ちょっとこう、ツヤ消しの、あの、プラスチックの加工があって、このなんか手触りとかすごくおしゃれでいいなと思います。で、ペリペラのクッションも初めてなんですけれども、はい、こんな感じです。パフも、お揃いのパフで、これもすごい可愛いですね。で、クッションすごく柔らかくて、厚みがある感じですね。すごいあの、ふわふわしています。やっぱりあのパフもブランドによってこんなに全然違うんだなっていうのがありますよね。ちなみに私クッションファンデーションのパフで一番好きなのはエイプリルスキンのあのパフが一番好きです。で、中を開けると、はい、こちらもこんな感じで、ちょっと粘着テープが残ってしまいましたが、こちらもちょっとつけてみようと思います。こっちも結構あの、固めのクッションですね。こんな感じで。で、ちょっとこっちに塗ってみようと思います。はい。あ、結構しっかりつきますね。で、色はかなり明るいですね、こっちの方が。さっきのに比べると結構白いです。で、カバー力もかなりこれはある方ですね。で、ツヤも結構しっかりあるんですけれども、肌に馴染む感じはすごく綺麗です。あ、これもいいですね。ペリペラもなかなかクッションファンデーションこんなにいいのは知らなかったですね。うん、すごく馴染みがいい感じで、フィット感がすごくあって、カバー力もしっかりしています。でも全然こう、これはね、厚塗りに見えなくって、いい感じですね。はい。そして続いてはこちらです。これも結構有名なクリオのキルカバーというクッションファンデーションになります。で、こんな感じで結構あのしっかりしたこう箱に入っていて、で、はい。開けるとこんな感じで、ここにクッションが入っているのとリフィルが一つついています。で、今まで紹介したものは全部リフィルはセットになっていないものですね。もう全部本体にセットされたものだけになるんですけれども、このキルカバーのこれは、こっちのリフィルが一つついています。で、このキルカバーのシリーズって結構いろいろ出ているので、私もちょっと
これが何なのかちょっとちゃんと分かってないので申し訳ないんですけれども、一応こういう、水色のパッケージですね。なんか他の色も結構いろいろ見たことがあるので、で、こちらは開けるとこんな感じでパフがついています。あ、パフ結構弾力があって厚みもしっかりしたふわふわしたパフですね。でこちらもちょっと色を取って見ていこうと思うんですが、これは結構クッション、ここは柔らかめですね。最初はこんな感じですごく綺麗についてくるんですけれども、だんだんこう液が下に溜まってくるようになるともうちょっと押さえつけないといけなくなるかなっていうぐらいの硬さですね。で、こちらがこんな感じでちょっと塗ってみようと思います。まあ、色は多分明るめだとは思うんですけれども、そうだな、ちょっとオレンジ味が強い感じですね。まあ、日本人の肌にはすごく合う色の系統かなと思うんですけれども、こんな感じで、あ、これもすごいカバー力ありますね。うん、さっきのエチュードの、オールデイパーフェクトと同じぐらいのカバー力ですね。でツヤもそこそこあるんですけれども、こんな感じでセミマットな感じですかね。あんまりこう自然な感じっていうよりは結構しっかり密着してカバーしてくれるっていう感じのクッションになっています。もうしっかりメイク、キープさせたいっていう時にはいいんじゃないかなと思います。はい、でファンデーションは以上になるんですけれども、こちらと一緒に送ってくださったのが、こちらの 3CE の、ブラッシュクッションっていうのを一緒に送ってくださいました。これは、まあ、いわゆるクッションタイプのチークになるんですけれども、これもすごく可愛くって、で私クッションタイプのチークってあんまりほとんど持ってないですかね。イザノックスぐらいなんですけれども、この 3C のこのクッションのこのパッケージがめちゃくちゃ可愛いんですよね。色は多分5、6色ぐらいあったと思うんですけれども、その中でもこういうピンクっぽいのと、で、この赤ですね、真っ赤なガーリッシュレッドっていうのと、で、こっちはピンクっていう、そのままの色の名前なんですけれども、こんな感じでちょっとこうコンパクトめなパッケージに、さっきのねクリオに比べると二回りぐらい小さいコンパクトになっているんですけれども、これが中がこんな感じで小さいパフがついていて、でピンクの色が、はい、こんな感じですごい可愛い可愛いピンクですね。こちらとで赤、はい、赤の方はこんな感じでもう真っ赤ですね。ちょっとこれも色をちょっと見てみたいと思うんですが、はい、こんな感じで白いパフにすごい綺麗な赤がつきました。はい、こんな感じで塗り伸ばしたらすごく自然な感じですね。でもこれもすごく透明感がある感じで、この素肌が透けて見えるぐらいなので、すごく自然な血色感が出るんじゃないかなと思います。色味も最初は結構ドバッと濃くついちゃいましたけれども、しっかり叩き込んで広げたら綺麗になりますね。ピンクの方ですね、ピンクの方はすごく見るからにこう優しめなピンクに見えるんですけれども、こちらがこんな感じで、これはなんか色味がほとんどさっきの赤に比べたらほとんど見えないかもしれないです。意外とこれは薄付きですね。色が一応ピンク結構たっぷり塗ってるんですけれども、これぐらいですね。はい、ということで今回は、こちらのクッションファンデーションは7種類、あとチークのクッションは2種類ご紹介いたしました。どれも初めて使って、まあ、手のひらに使ったぐらいなので何とも言えないんですけれども、おおむね全部すごく使い心地、最近のクッションファンデーションとかテンションファンで本当に進化していて、どれももう甲をつけがたいぐらい仕上がりとか、カバー力とかも全部なかなか良かったですね。まあ、特に私はそうですね、一番やっぱりアピュのこのテンションのこの分とか、あとちょっと薄付きだった、こっちの方ですね、エチュードの方とかがやっぱり個人的には好きかなと思います。あとホリカホリカも意外と久々に使ってみたらなかなかやっぱりいい仕事をしてるなっていう感じがしますね。ホリカホリカもすごくいいファンデーションだと思いました。他にも私も気に入って使っているクッションファンデーションたくさんあるんですけれども、そういうのもちゃんとビューティーコリアさんにも売っていますし、あと
その他のね、メイクアップ製品とかスキンケア製品とかも、たくさんありますので、まだお買い物、したことないっていう方は、一度、ご覧いただけると嬉しいです。それでは、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。